イヴァン・四世、オプリーチ・ニナ、オプリーチ・ニナは、ロシア・モスクワ国家の皇帝イヴァン・四世が創設した、制度。1565年、イヴァン・四世は国土を、ツァーリの私的な領地と、公的な国土の二つに分割し、私的な領地オプリーチ・ニナにおいて、独裁権力を行使して、従来の有力者である貴族らを弾圧した。オプリーチ・ニナとは、別個に設けられた財産のことであり、 イヴァン4世に忠実なエリート階級の親衛隊によって管理された。この財産に含まれた地域の諸侯、貴族らは処刑されたり、ゼムシチナに移住させられたりした。イヴァン4世1564年末から1565年2月にかけてイヴァン4世は誰にも告げず、自分の全家族を連れて、モスクワのクレムリンを退去し、 アレクサンドロフへ移るという行動に出た。退去から1ヶ月後に、モスクワに送られた書簡から、ザーリと大貴族の議会との対立が事件の背景としてあったと推測される。構想、貴族、官渉役人からなる代表団がイヴァンの元に送られ、イヴァンは全国的請願を受理していに復帰することに同意するが、その時ザーリの出した条件として、 裏切り者と不従順な者を処罰する別個の宮廷として、オプリーチ・ニナの制定を提案した。今日伝わらないオプリーチ・ニナに関する直令は、貴族と構想からなるモスクワ国家会議で読み上げられ、次の日にイヴァンは委任された全権のを利用して、裏切り者とされた貴族名門中の6名が斬首され、他の1名が投獄、串刺しの刑に処せられた。その日を皮切りに、 オプリーチニキは活発に反逆行為を摘発し、貴族層以外も含めて、オプリーチニナによる犠牲者は400人以上と、イヴァン時代の亡命貴族、アンドレイ・クルプスキー以降は算定し、ある外国人の観察者は1万人以上とさえ見積もっている。チャーリーイヴァンによって、修道院に送られた過去帳のあるものでは、処刑者は4000人に及んでいる。だが、その過去帳には、 貴族の反逆には全く関わりない停心、初期保、両権係、修道士の名が挙げられ、イヴァンのお気に入りであったオプリーチニ期隊員、ビアゼムスキー公さえ滅ぼされた。1571年1月に、マリュータスクラートフがノブゴロドで数千人を虐殺すると、活動は下火となり、1572年にオプリーチニナは解散させられた。ニコライ・ネブレフ。 オプリーチニキイバーンは、死族層の士官者から1000名を選抜して、オプリーチニキ都市、首都のベルゴロド城外の商工地区に居住地を割り当て、その生活支出のために、いくつかの都市、村落屋里をオプリーチニキの財産とした。全国をオプリーチニナとゼムシチナの部分に分け、前者の長は、ツアーリ自身であり、後者の長として、従来の貴族会議が残された。ーリは、 ゼムシチナ貴族会議の指導権を手放さず、首都からの退去などでかかる費用をゼムシチナから取り立てた。ツァーリは、オプリーチに帰還員の第一人者と位置づけられ、モスクワ近郊の地区に別邸を建てて、宮廷とし、行政庁をアレクサンドロフ集落に設けた。最終的には6000人規模に増加した部隊の隊長として、マルータスクラートフが任命され逮捕、拷問。 処刑をつかさどった。国家の中にもう一つの国家を作るようなこのクワての直接の目的は国家への裏切りに対する最高警察を創設するにあったがうまくいけば大貴族の無秩序な統治から士官士族層の協力を得た独裁へと体制を変えようとする試みであったとも言える。しかし結果としてオプリー一二期はイヴァンの指示なしには存在し得ず サーリの権力を拡大することはできなかった。それは単なる死刑執行機関と化し、恐怖政治をもたらしただけだった。ロシア全土に不信を育んだ、この政治的遊びは、リヴァン死後の大動乱を準備したと言える。また、ロシア帝国の秘密警察オフラーナや、スターリン時代のソビエト連邦における、大粛清、内務人民員部、ゲーペウーをおとした体制を予見させるものとして、 興味深い。ありがとうございます。